おやすみ文学第66夜流通信三体シリーズ全5冊。皆さんこんばんは、長谷川雅史です。今日は、とにかく話題の大ベストセラー SF 作品をご紹介したいと思います。中国人作家の流通信さん、流次金さんの作品ですけども、ものすごく評価が高くてですね、アジア人初でいろんな賞を取ってたりとかですね、いろんな有名な人も読んでたりとか、あとはまあ世界中で今もう3000万部近く売れてるというような話題の、ベストセラー作品なんですけど、まあこのどんな賞かとかどんな有名人かっていうのはまあ調べればすぐ出てくるんで、まあこの辺は割愛させていただくとしてですね、とにかく壮大なスケールかつ、全方位的っていうのは、科学を筆頭にですね、まあ政治とか軍事とか宗教とか歴史とかですね、まああと社会学的なこととか、まあそういういろんな方向の造形も深くてですね、それらの知識をもうフル総動員して、想像力を駆使した作品となっておりまして、まあ SF って基本的にそういう想像力をフル活用するジャンルなんですけど、さらに今までの SF とは比べ物にならないぐらい、もうビッグスケールで、ほとんどもう最後の方なんか宗教的っていうかね、哲学的っていうか、ちょっとわけがわからなくなるぐらい大きな話になりますので、本当に読み応えがある、作品ですのでね、これ一応全3部作で、日本語版は3対1が1冊で、3対2が上下巻で、3対3も上下巻なので、全部で5冊になってるっていう感じですね。で、中国の原作版の名前は、地球王子、往復する時と書いて王子ですね。地球王子という、この王子っていうのは昔のことっていう意味らしいので、地球での昔のことというような意味かと思いますけど、こういう名前で、3体という名前ではないらしいんですけど、まあ、一応日本語版としては3体シリーズというふうに呼ばれて、その名前で出版されている作品となっております。なので、厳密に言うとですね、3体のことだけじゃなくなってしまうんですけどね。で、もちろんこの原作の地球のことだけでもなくなってしまうんですけど、3体の方がやっぱインパクトは強いかなと思いますので、日本語版のタイトルもなかなかふさわしいかなと思いますけど、とりあえずここでは3体シリーズというふうに呼びたいと思います。で、これ個人的な話になるんですけど、初めてオーディオでね、朗読で、この作品を、まあ読むというか聞くというかね、味わう体験をしましたので、Amazon のオーディブルに僕も入りまして、全5冊をすべてこのオーディブル、オーディオで聞きましたので、これにちょっと触れておきたいと思います。どうなのかってね、読むのとどう違うのかっていうのを、もしかしたら興味ある人いるかもしれないので、ちょっとお伝えしますと、まあ、SF 作品で、そもそもジャンル的にですね、より、普通の一般の小説なんかよりも、想像力を使うのでっていうことからかもしれないんですけど、意外とこのながら聞きっていうのがね、できないんですよ。難しいです。ちょっと意識を弱めちゃうとすぐ話が入ってこなくなっちゃって、いかにね、読書とか、まあ、聞くことに集中せず他のことを考えてしまうかっていうことをね、痛感しましたね。例えばですね、例えばスーパーで買い物しながら、小説を聞くっていうことはね、やっぱちょっとね、無理ですね。ちょっとね、スーパーで買い物ってね、頭使うんだなっていう。あれ買わなきゃ、これ買わなきゃ。もちろんね、メモをして、メモを見て買おうとすると、そのメモを見てる間はもう頭にね、声が聞こえてこないっていう状態になっちゃうので、これはね、早々にやめましたね。じゃあ、どういう時、このオーディブルを聞くことができるかというと、洗濯物を干す。これはもう本当に何も考えずにできるので、これは大丈夫でしたね。あとは、ま、電車の中とかでしたら、本当によほどね、いつも行かないような場所で、路線に気を使うとかじゃなければ、ルーティンの、路線であればですね、まあ、電車内で聞くことは余裕かなと思います。で、微妙なのは、まあ、犬の散歩も、これも、できないことはないんですけど、個人的に犬の散歩の時間を大事にしてて、犬をちゃんと見てたいなとか、やっぱ生き物なのでね、イヤホンに集中しちゃうと、ちょっと
向こうからやってくる犬に注意を払えないとかね、そういうことがあり得るので、ちょっとまあできなくはないですけど、あとはその何も考えずに犬と散歩するという時間も大事にしたいので、僕はまあできなくはないけどしないようにしてますっていうくらいで、意外とそうするとね、その洗濯物干すしか、まあ普段通勤で電車に乗ることがないので、洗濯物干す時間ぐらいしかないなっていうふうに思うんですけど、まあいろいろそういうね、聞こうと思えば聞く時間、まあ作れますんでね、これはこれでやっていこうかなと思います。なんで結構ね、難しい本を読む人は気をつけた方がいいかなと思います。ただ全然オーディオ自体はね、オーディブル自体はすごく便利なツールでね、これから年を取ってこう視力が落ちたりとかしてもね、あ、こういうデバイスがあれば本当読書を楽しみ続けられるなと思って、ありがたいなと思ってます。で、内容に入っていきたいんですけど、まあ読破のためにというふうにね、ちょっとタイトルをつけたんですけど、これはですね、まあ相当長い話で、でしかもやっぱ難しいんですよ。すごく科学的知識がバンバン出てくるので、結構、その辺のハードルを超えるためのこう予備知識っていうのが必要かなと思うんですけど、まずざっくりとしたストーリーですね。こう一行でストーリーを言うと、地球人対宇宙人ですね。これどこまで話すかっていうのはすごく難しいんですけど、一応ネタバレを極力避けて、ご紹介すると、まあ、地球人対宇宙人ですね。まあ、宇宙人侵略もの、ファーストコンタクトものと言ってもいいとは思います。でまあそれもでもね、3対3の終盤まではそう言っていいと思いますけどね。まあほとんど終わりまでは一応そういう話で、本当の最後の最後はね、ちょっとそういう話でもなくなっちゃうとも言えるし、その話の続きだとも言えるし、ちょっともう捉え方によるんですけど、とりあえずまあほぼ9割ぐらいはその地球人と宇宙人がもう対決する、戦うっていう話ですね。でこの人類はもうダメだってね、宇宙人やっぱ強いので、もうダメだっていう感じと、なんとかそのピンチをね切り抜けた、やった助かったっていう、これの繰り返しですね。その、ピンチとその、ホッとするを繰り返す、そのハラハラ感。この縦横無尽のね、ジェットコースターに乗ってるような感じを味わうのが醍醐味だと思います、この本の。しかもこのジェットコースター自体がですね、どんどん進化していくんですよ。進化していくというか、そのコースターもレールも消えてなくなっていき、最後にはその高速のね、光のスピードの感覚だけ、まあその目に捉えきれない速さだけが残像で残っているような、五感が研ぎ澄まされすぎてそれを認識できないようなね、この言語化できない不思議な感覚に最後になっていくようなストーリーですね。この今までにない体験がその読書でできるっていうのがやっぱり一番の魅力かと思います。これも読んでてね、まあ読んでてというか僕の場合は聞いていて、この想像力がね追いつかないんですよ。まあ追いつく、なんとか追いつこうと食らいつこうとして読み聞き続けて、常にね自分のイマジネーションの力をね試され続けるというような、非常にそういうチャレンジングな読書体験ではありましたね。なのでそういう意味で本当に新しい読書体験でしたので、まあこれ聞く人も読む人もね、必ずこういう、これぐらいの新しい読書体験になるとは思いますので、そこはまあ、聞こうが読もうが変わらないと思いますのでね、ぜひね、おすすめしたいと思います。で、さっきから言ってるその科学知識に関してですけど、細かい科学知識はなくても大丈夫だと思います。これはね、まず、もちろんね、もちろんこれあった方が理系の方なんかはね、すごく分かって、って読んだ方がもちろん面白いんですけど、僕はね、ほとんど分かりませんでした。ちょっとやっぱ、ついていけなくて、本当にバカなので僕はですね、分かんないですよ。ちょっと前ですけど、そのリサ・ランドールさんっていうね、すごく、分かりやすく面白く本を書いてくれる、物理学者の方がいて、アメリカの物理学を志す大学生の入門書と言われた、ワープする宇宙っていうね、本。一応ね、最後まで読んだんですけど、全くやっぱね、入ってこないしね、残ってないぐらいね、理解力が、低くてね、まあ僕が本当、頭が悪いので、そういう結果になっちゃったんですけど、まあそんな僕でもですね、まあ細かいところはもちろんわからなかったんですけども、大まかなストーリーだけでもね、大体その、ほとんどあらすじのような感じで、聞いて理解できた範囲でも、かなりワクワクできる
この人類ダメだ、でもなんとかピンチ切り抜けたっていうね、こういう大枠のストーリーさえ分かれば、とてもあのスリリングな、気持ちになれて面白いので、ここはね、そこまで厳密に1ページ1ページ理解し続けて読まなくても大丈夫かと思います。なので、これさえ伝えれば、文系の皆さんなんかね、特にホッとすると思うんですけど、なので、ここは大丈夫だと、言っておきますね。ただ一応挫折ポイントっていうのをね、ちょっとお伝えしておくと、まず一つ目は、その3対1一巻の、ゲームの3体っていうね、ゲーム世界があるんですけど、3体なりのその科学的なうんちくとですね、まあこの歴史人物が出てくるんです。その歴史人物のその背景とかもそうなんですけど、その科学的な知識ですね。これもまあなんとなく分かれば、というか正直分からなくても大丈夫です。三体問題っていうね、のが出てくるんですけど、それが何のこっちゃってね、三体問題って何っていう人も、分かんないまま読み進めてもいいですし、あとは、YouTuber でね、読書系 YouTuber の方が三体問題とか、きちんとこの本を読んで解説してくれる人もいますので、そっちを見ればね、ちょっと分かったり、それでも分かんないケースもあると思いますけど、まあ、それでも分かんなくてもね、なんとなく分かればいいかなと思います。で、もう一つの挫折ポイントはですね、3対3の上巻だったと思いますけど、長いファンタジーの話がね、出てくるんですよ。これ、絶対物語に必要な、ファンタジーの話が出てきて、これがね、やたら長いんですよね。あれ今、俺 SF 読んでんだよねっていうふうに、ちょっと勘違いするっていうかね、不安になるぐらい、これ SF の話だよねっていう、一瞬思うぐらいね、長いんですよ。このファンタジーの話が。で、まあ、この話自体面白いというよりは、その裏を読まなきゃなんないっていうような、話でして、なので余計にね、この話の意味何なんだろうって探りながら、読まなきゃなんないとこと、これがちょっとこう、不自然な部分もあったりとかですね。なので、結構、わかんなきゃダメなのかなとか思うんですけど、まあ、これも結果的にそこまで細かく把握しなくても大丈夫ですね。なんとなく、一回聞けばいいかなっていう。後でちゃんとその話の分析をね、してくれるシーンとかもありますので、この話何なんだろうってね、思うかもしれない。戸惑うとは思うんですけど、まあ、これも一回流して聞けばいいかなっていうぐらいだと思います。もちろんね、全部どういう意味があるのかとかね、細かく読んでも全然いいと思いますけど、とりあえず流してもいいかなっていうところですね。で、おすすめシーンも、まあ、本当にたくさんあるんですけど、やっぱりね、ここは、大抵の方と僕も一緒になると思うんですけど、やっぱり2巻ですね。3対2がやっぱり一番面白かったと思います。結構夢中になりましたね。2は、まあ、例えば冬眠後のね、主人公たち冬眠して200年後の未来に、まあ、いきなり飛ぶんですけど、その未来の生活の描写とかがね、すごくこのリアリティというか、結構細かいんですけど、すごくイメージできる範囲で、面白くてですね。例えば、こう、あらゆる場所にホログラフデバイスを表示できるんですよ。ホログラフデバイスって何かっていうと、まあ、要はこの空中に出せる iPad みたいな感じですかね。こうやって手をこう、ちょっとかざせば、ファーンとこう、空中に、何ですかね。プロジェクションマッピングのもうちょっとちっちゃい版みたいなことですかね。iPad の画面だけがこう空中に浮いて、Air iPad みたいな、まあ iPad Air っていう言葉があるんでややこしいですけど、まあ Air の iPad みたいな感じですかね。それでまあその簡単にまあ検索なり何なり、そのパソコンを使うみたいなことができると。で、それもすぐにこう消せると、手をかざせば。消したり出したりすぐできるっていうの。いつでもどこでもって感じですね。なので、パソコン、ノートパソコンも持ち歩く必要もないし、携帯も持ち歩く必要ないっていう感じですかね。そういうのとかもすごく、ああ、こうなったら便利だよなっていうふうに思いますし、まあ全部クラウド上に保存できるでしょうからね。何もこう、保存するっていう概念すらないみたいな感じですかね。あとは、人類のほぼ全員が超絶美人の女性しかいないですよ。女性っぽい人しかいない。まあ、男性もだから女性っぽい人っていう感じになってて、これがね、まあ、男性、例えばヒゲを生やしてるとかっていうのが、まるで今2022年ですけどね、この動画を撮ってるのは2022年に、
ちょんまげしてるみたいなくらい、その時代錯誤っていうかね、あの人ひげ生やしてるじゃんっていう感じなんですよ。やだ、何あの古い人みたいな感じで、すごくその遅れてる人っていう感じで、まあもう高身長で顔が超整ってる美人であることがもう人間の基本みたいな感じなんですよね。まあこれもね、なんかこうわかるなっていうか、なんていうんですかね、その都市生活の理想化を突き詰めて具現化すればこうなっちゃうんじゃないかっていうね、200年後そういう方向にちょっと近づいてるだろうなとかね、ちょっと思っちゃうんですよね。まあその男性より女性の方がなんかちゃんとしてるみたいな、そういう先入観もより常識化してしまうというかね、なんかそういう感じだから、その暴力的な感じとかね、そのワイルドな感じとかをすごくその忌避してるというか、すごくあのすぐ引いちゃうというかね、ありえないみたいな感じになってて、そういうのもすごくね、なんかリアリティあるなと思ったんですけどね。で、まあ、あの、2巻は何と言ってもですね、ウォールフェイサー対ウォールブレイカーっていうね、これまあ、どっちも一応人類同士の対決になっちゃうんですけど、まあ、ウォールフェイサー面壁者っていう感じで書いて、ウォールブレイカーの方は破壊人、まあ、それを破壊する人っていう、完全にこう対立構造として描かれる人物たちなんですが、まあこのウォールフェイサーっていうのが一応人類を救う代表4人がね、選ばれるんですよ。地球代表みたいな感じで。で、この3人目まではすごいんですよ。あの知識とか、その経験とかね、キャリアとかね、元大統領とか、その元その軍事関係のトップの人とかね、あと元すごい科学者とかっていう感じですかね。で、その3人全員すごくて、もう真面目に、地球を救おうと奮闘して、その計画はでもね、その言葉に出せないんですよ。その頭の中で考えるしかないっていう、誰にも相談もできないっていうような、すごいその責任を負わされるんですけど、それに対するその、ウォールブレイカーっていうね、あの敵対者も、きちんと、その、宇宙人側が用意した人類がいましてですね、それも敵対者もすごいんですよ。ちゃんとそのウォールフェイサーたちをの計画を阻んでくるんですね。で、この頭脳戦にまあドキドキするっていう感じで、すごくね、夢中で聞きましたね。ここはもう雑念にとらわれることなく、どうなるんだどうなるんだっていう感じで、進んでいったんですけど、このね、4人目のウォールフェイサーのルオ・ジーっていうね、人がいるんですけど、こいつがね、ほんといい加減で面白いんですよ。まあ、やりたい放題なんですね。やりたい放題のチャラ男くんなんですよ、ルオ・ジーは。まあ、一応学者なんですけど、まあ、そんなに勉強もそんなになんか意識高いわけじゃないっていうかね。で、本当にある程度の権力っていうものを与えられてるんで、それをもうかなり好き勝手使いまくるっていうね。この落差がね、この3人、真面目な3人と、この4人目の領事とのこの落差がね、対比がね、これ最高なんでね、ここをぜひね、皆さんも楽しんでほしいんですね。このチャラ男の領事がね、まあどう変わっていくかっていうのとね、最後にじゃあどうなるのかっていうね、そういうとこまでね、本当に楽しめると思います。で、2はもう一つすごい面白いとこがあって、まあ、宇宙船が舞台になるシーンもあるんですよ。で、この宇宙艦隊の、自然選択っていうね、宇宙船の名前、ナチュラルセレクションっていうね、宇宙艦があるんですけど、その艦長代行のね、ジャンベイハイっていうね、人が、まあ、おじさんがいるんですけど、これがね、この人がかっこいいんですよ。めちゃくちゃかっこよくて、まあ一応艦長代行になってて、で、艦長は、もうこの200年後の、まあ本当に子孫の若い女性、まあ、ジャンベイハイは冬眠した後の200年後の世界で、また軍人やってるんですけど、この200年後の、まあ子供たちって呼ぶんですけど、子供たちの一人である、ドンファンエンシュって、まあ若い女性、まあ大体もうこの超絶美人女性しかいない世界ですから、まあ超絶美人なんですけど、このドンファン・イェンシューとジャンベイハイのまあ恋というかですね、まあ親子ぐらい離れてる2人のそのちょっとしたこの淡い恋と言っていいのか、まあ恋愛関係でもないのかっていうね、まあ尊敬に近いような関係
そういう目でドンファン・イェン氏はジャンベイハン見てるんですけど、まあこれがね、本当な、昔のね、恋と花火と観覧車っていうね、おじさんホイホイ展開の映画がありましたけどね、秋元康さんの。本当にああいうとこうまいなと思いますけど、とにかくこの、ジャンベイハイのかっこよさっていうのが、際立つシーンがね、こう2では忘れられなくてですね、ちょっと僕はここ泣いちゃったんですよ。聞いてて泣いちゃったんですね。なのでちょっとかっこよすぎるんですけど、やっぱそこはいいなっていう、ここもねちょっとね、見逃せないシーンでありますので、ぜひ読んだ方はね、どう思ったかを、コメント欄とかで伝えてほしいなと思います。意外とここ、言及している他の YouTuber の方とかあんまいなかったんで、ここすごい良かったじゃんって僕は言いたいですね。で、あとは作品全体通しての大きなテーマというか、伝えたいこととして、まあ、東洋的っていうかね、そのアジア的というか、やっぱり中国人作家なので、西洋人にはない見方なんじゃないかって、ちょっとね、まあ、その西洋、東洋って、簡単に分けちゃうのもどうかと思うんですけど、Amazon のレビューとかを見てると、3対3の主人公、テイシンっていう、まあ、これも若い女性がいるんですけど、一応科学者の方がいるんですけど、このテイシンがね、ものすごい評判悪いんですよ。アマちゃんすぎてね、今までの主人公とか、その活躍する登場人物と比べて、甘すぎてですね、めちゃくちゃ嫌われてるんですね。なんでかっていうと、まあ、人類にとってのミスを犯し続けるんですね。ちょっとだけネタバレしちゃうと、まあ、大きなミスを2回もしちゃうというような感じで、そのくせ自分は生き残って、なんだかんだ世間の評価が高くなっちゃったりしてて、なんなんこいつみたいな感じでですね、すごい叩かれてるんですけど、ちょっとね、僕はそこまでね、嫌いじゃなかった。まあ、普通のいい人だなと思ったんですよね。で、ちょっとここで考えたのは、科学技術が進歩すればするほど、個の問題、個人ですね、インディビジュアルの問題が浮き彫りになるっていうのは、まあ、当然の帰結なんだと思うんですけど、だから、個人って何っていうことを考えざるを得ないんですよ。どこまでが個人なのっていうね、どこまでが私なのっていう、話になってきてしまうんですね。これは、攻殻機動隊っていうね、まあ、漫画とかアニメ映画が一番有名ですよね。で、まさにこれがテーマの、アニメで、まあ、大傑作ですけど、面白いのは、実写化も最近されまして、それはあんまり評判良くなかったと思うんですけど、実写版は極めてね、西洋的なんですよね。結局最後まで私個人を貫いちゃうんですね。主人公の草薙素子がですね。で、これが分かってないなっていうふうに、まあ、僕個人も含めて思ってしまって、ちょっとやっぱり、攻殻機動隊は個人がなくなっちゃうところがテーマなのに、その個人を最後まで貫いちゃってどうすんだっていうね、逆だろうみたいな、まあ僕はね、僕個人はそう思ってしまったんですけど、だからその、どこまでが私かっていう話を突き詰めると、さらに言えばですね、どこまでがじゃあ人類なの？じゃあどこまでが生物なのっていうね。どこまでが私側、ね、私たち側なのかっていう、どこまでを味方と判断するのか、じゃあどこまでが敵なのかっていうね、問題を突きつけられてしまうんですよ。この SF 作品っていうかね、その科学技術が進んでいくと。誰を優先して誰を優先しないことが正義なのか、正しいのかっていうね、結局こういうテーマに行かざるを得ないと。その時その場で人類存続のために非常な決断、まあ厳しい決断、ハードな決断をすることが、果たして正しいのかっていうね、そういうところまで考えなきゃならないんですね。そういうことを踏まえると、その定心も定心なりに人類愛に基づいて行動したよなって思うんですよ。僕個人はそう思う。僕個人っていうのは、今、この2022年だから、僕個人っていう言い方ができますけど、果たして2300年とかね、2800年、西暦3000年とかに僕個人はっていう言い方が成り立つのかっていう話ですよ。ね。1000年後、2000年後、こういう意見ってそもそも成立するのかっていうことを考えると、その、定心使えねえっていうね、言い方が正しいのかっていうね、話になってくると思うんですよ。
だからその、この作品の中の低シーンは、結果的にはね、まあ、間違っていたかもしれませんけども、それだって結局、見方によるんですね。誰側から見て間違ってるのか、誰側から見て正しかったのかとかね。そういう、さらに俯瞰した、ね、アントニオ宇宙の果てから、この低シーンの行動を見ると、本当にそこまで使えないのか、ね、本当にそこまで、アマちゃんなのかっていうところまで、もっと引いてね、全体を俯瞰してみると、ちょっと見方が変わってくるんじゃないかなって。そここそがむしろ、この、リュウ・ジキンさんがね、作者の方が、いろんな複合的な見方をしてほしいっていう意図もあったのかなと思うんですね。なので、低心がここまでね、嫌われてるっていうのを僕は後で、その、全部読み終わった後感想とか見て、ちょっと驚いたぐらいなんですけどね。皆さんはね、本当どう思うか、ちょっと全部読んだ後でね、ぜひ、そこも感想をもらえればなと思います。では最後、朗読いきたいんですけど、これはですね、3対1からですね、マイク・エヴァンズという登場人物が出てきまして、この方は大企業 CEO の御曹司、まあ、だからその、まあ、お坊ちゃんなんですけど、で、どちらかというと、地球にとって、では悪役という立ち位置で出てきます。で、なんで悪役になったのか、そういう丁寧に、その背景が描かれるんですね。で、このエピソードが非常にコンパクトにまとまってて、しかもその説得力があったので、ちょっと長いですけどね、ちょっと長いですけど、引用したいと思います。12歳の時、父の会社の所有する3万トンのタンカーが大西洋の沿岸で座礁して、2万トン以上の原油が海に流出した。その時、うちの一家は事故が起きた海域からそう遠くないところにある別荘でバカンスを楽しんでいた。事故の一報を聞いて、父がすぐに考えたのは、どうやって責任を逃れ、自分の会社の損失を少なくするかということだった。その日の午後、僕は地獄へと化した海岸へ赴いた。海はねっとりとした分厚い油膜に覆われて黒くなり、波はなだらかで弱々しかった。ビーチも辺り一面黒い油に覆われ、僕はボランティアたちと一緒にまだ生存している海鳥をビーチで探し回った。海鳥は汚い油の中でもがいていて、一羽一羽がまるでアスファルトでできた黒い彫刻のようだった。二つの目だけがまだ生きている証だった。黒い油の中の目は何年経ってもまだ夢に見る。僕らは海鳥を洗浄液に浸して羽にこびりついた油を洗い流そうとしたが、とても大変な作業だった。油と羽毛はどうしようもなくくっついてしまい、少し力を入れてこすると、油と一緒に羽毛が抜けてしまう。夕方には海鳥の大半が死んだ。油まみれになった僕らは黒いビーチに座り、真っ黒な海に夕日が落ちていくのを眺めた。世界の終わりみたいだった。いつの間にか後ろに父が立っていて、小さな恐竜の骨格を覚えているかと尋ねてきた。もちろん覚えていた。石油調査の際に発見されたもので、ほとんど完全に揃っていた。父は大金をはたいてそれを買い取り、きちんと組み立てて、祖父の邸宅の敷地に設置した。父は続けていった。マイク、恐竜がどんな風に滅びたか話したことがあっただろう。小さな星が地球にぶつかり、世界は火の海になった。次に長い暗闇と歓喜が訪れた。あの晩、お前は悪夢にうなされて目を覚まし、夢の中で自分がその恐ろしい時代に戻ったと言っていたな。これから言うことは、あの夜お前に言いたかったけれど言えなかったことだ。いいか、もしお前が本当に白亜紀後期に生きていたら、その方がラッキーだった。なぜなら、今の我々はもっと恐ろしい時代に生きているからだ。今の地球の生物種が絶滅する速さは白亜紀後期の比ではない。この現代こそ本当の大絶滅時代だ。だから息子よ、お前が見ているこの悲惨な光景は大したことではない。はるかに大きなプロセスの中の些細な1エピソードに過ぎない。海鳥がいなくなっても我々は生きていけるが、石油はそうはいかない。石油がなくなった世界を想像できるか？去年の誕生日、お前にプレゼントしたあの綺麗なフェラーリを思い出せ。15歳になったら運転してもいいと約束したが、もし石油がなければ、あれはただの鉄くずで永遠に運転できない。もし今、お前がおじいさんの家に行こうと思えば、プライベートジェットに乗って海を越え、十数時間で着く。だが、石油がなければ、保線で1ヶ月以上も航海しなければならない。文明というゲームのルールがこれだ。人類の生存と快適な生活を保障することが最優先事項で、
それ以外のすべては小さな問題だと。まあこういう過去があって、マイク・エバンズというのは、中国の、森の奥深くでですね、鳥を保護する活動をしていた時に別の登場人物と出会って、そこから、まあ、ある組織を立ち上げていくというような話になるんですけど、こういう背景がある人であればそういうことを起こしちゃうなっていうね、ちゃんと悪役になるというところもきっちり組み立ててですね、そういう対立構造を作っていってるので、長いんですけども非常に無駄な構成が一つもなくですね、きっちりとこう細かいプラモデルがね丁寧に組み立てられて色付けされて、最後こう空へ飛んで、派手に壁に激突するみたいな、そういうクライマックスもあってですね、本当に読み応えがありますので、そして考えさせられる部分ももちろんありますのでね、本当に長くエネルギーを使いますが、それだけの見返りはある、ね、きちんとペイする大傑作となっておりますので、ぜひ皆さん時間を割いてでもね読んでもらえたら嬉しいなと思います。それではおやすみなさい。